ハブは、波中高有林リ鎖蛇かハブ属に分類される蛇。別名本ハブ。ハブ属の模式種。日本固有種で、南西諸島のうち以下の計22頭に生息する。ハブ類は、南西諸島において、飛び石上の得意な分布をしていることが知られている。北から、トカラ列島に近縁種のトカラハブが、奄美群島と沖縄諸島には、ハブとヒメハブが、 八重山諸島には、先島ハブが生息するが、宮古諸島には生息しない。奄美大島、徳之島、沖縄本島には、ハブがいるが、その間の沖野選部島、与論島には生息しない。沖縄本島周辺では、家島、伊平野島には生息するが、その間の伊勢名島にはいない。久米島、戸名木島には生息するが、阿ニ島は2017年以降に目撃。 捕獲されるようになるまで、長らくいないとされてきた。ケラマ諸島でも、トカシキ島には生息するが、ザマミ島にはいないなど、近接した島でも生息する島と生息しない島に分かれている。ただし、沖縄本島では、人為的に持ち込まれた先島ハブ、台湾ハブが、飼育施設から流出して、繁殖、定着している。島ごとの各種ハブの自然分布が、 このようになった理由について、現在考えられているのは、魔氷期の改新の影響である。南西諸島の島々は、大きく分けて、流気石灰岩からなる標高の低い島と、かなり岩からなる標高の高い島があり、低い方の島は、最高部でも標高が100から200メートルほどしかない。そこで、以下のような仮説が立てられる。氷河期に陸続きであった琉球列島に、 ハブ類が分布を広げた。表記が終わり、海面が上がり、島々が孤立。さらに海水面が上昇し、低い島は、水没、陸上動物は全滅した。海水面が下がると、低い島も顔を出すが、ハブは渡って来られない。ヒメハブがいるのにハブがいない島、その逆にハブはいるが、ヒメハブはいない島などもあり、詳細については、問題もあるが、 大雑把に言えば、ハブのいない島は、標高の低い島であり、固有種も少ない傾向がある。ハブの東部この個体は目線をはじめ文様が、やや薄い全長100から220センチメートル。最大全長241センチメートル。体重1.35キログラム。2011年10月12日に、沖縄本島北部の女村で、 体長2 4 2トル体重2 8ラム程度の個体が、また天見大島では2009年7月16日に、体長2 2 6トル体重3 1 5ラム胴回りの最大臭が約2 0トルの個体が捕獲されている。ハブ族内でも大型であり、要因として、本種の生息地にナメラ族が分布しなかったことにより、 本種がその生態的地位を占めたとする説もある。種賞味フレーバビルディスは黄緑の胃。毒性は日本マムシよりも弱いが、毒牙が,が 1.5cm と大型で、毒量が100から 300mg と多い。1回の交渉にあたり平均 22.5mg、最大 103mg の毒液を排出する。局所的な症状としては、 幹部の主張や頭痛があり、直接的あるいは、局部の主張に伴う循環機能の圧迫により、間接的に幹部の餌子、機能障害を引き起こすこともある。死死へ交渉された場合は、公縮により運動障害を残すこともある。嘔吐、腹痛、下痢、血圧低下、意識障害などの症状も引き起こし、血液凝固成分も含まれるが、 血液凝固異常や急性人不全を引き起こすことは少ない。一度交渉されたことがある場合は、急激な血圧低下や、気管強窄といった重篤な症状を伴うアナフィラキシーショックを引き起こすこともある。交渉された場合は、循環不全によるショック状態に陥るため、血清の使用などによる迅速な処置が必要になる。致死量は、体重1ラムあたり、 乾燥重量にして6ミリグラム。夜行性で昼間は穴の中などで休む。平地から山地の森林、草原、水辺、農地に住む。地表でも樹上でも活動する。ネズミを追って人家周辺にも入り込む。沖縄式の墓は石垣を高く積み、矢部や森の近くに作られるので、ハブがよく住み着くと言われる。 実際に発見される場としては、サトウキビ畑も多い。サトウキビ畑は、年に一回の刈り取り以外は高い草に覆われ、外部からハブが侵入する機会が多い。これをすべて刈り取るので、その際に発見される。ただし、サトウキビ畑で常時生活しているものではなく、本当南部のように、森林もやも少なくて一面に、サトウキビ畑という環境では、 ハブの出現は少なくなる。性質は非常に攻撃性が強く、ピッと期間で感知したものには即座に襲いかかる。攻撃時には体の2、3ほども伸ばして毒牙を立てる。このしなる無知のように俊敏なハブの攻撃は、現地の人はハブに撃たれると称しているほどである。主に哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類などを食べる。 クマネズミ族は食性の82.5%を占めるとする報告例もある。幼蛇は爬虫類や両生類を食べる傾向が強い。繁殖形態は乱生。4月に交尾を行い、オス同士で絡みつき合い争う。7月に1回に4から15個の卵を産む。卵は約40日で孵化する。ハブを捕食する生物は猛筋類などが知られる。 ただし、猛禽類や口述する、マングースともに、積極的に本種を捕食することはなく、特に離島においてハブは、生態系の頂点に立っているケースが多い。天敵とすべく、海外から不入りマングースが持ち込まれたものの、むしろハブを捕食するどころか、現地のウサギや昆虫といった、離島独特の希少種を捕食し、絶滅危惧種に陥った、在来種が多く存在する。 加えて、農作物や鳥など多くの家畜も食い荒らしただけでなく、家屋に侵入して、ペットの家猫を襲った例もあった。このためマングースは、日本国内において、完全な害獣と化し、当初の目的とは逆に環境省などにより駆除作業が、進められている。そもそもマングースにとっても、ハブを捕食する行為は、非常に危険を伴い、そのため、 他に餌を補充できる環境があるならば、それを積極的に行う必要は全くない。これらの結果、マングースの移入は外来種持ち込みの失敗例として頻繁に取り上げられている。かつては沖縄や奄美の各地で観光客向けにハブとマングースを戦わせるショーが行われていたが、動物愛護法の改正により禁止されたため中止された。一部の施設では、 戦いの様子を映した映像を上映している。南城市交症例は減少傾向にあり1970年代は年あたり約300人だったが、1990年代には約100人、2015年は30人未満とされている。近年は血清の普及により本種の交渉による死亡例はほぼなくなっているが、 1979から1999年は年あたり例から2人の死亡例がある。死亡例は交渉後24時間以内で75%、48時間以内で90%。本種の結成は1904年に北島大地によって作成され、1905年に実際に投与されるようになった。この結成は液体で、 冷蔵庫が普及する前の時代にもかかわらず、冷温保存が必要であり、保存期間が短かったが、後に、沢井義雄によって、凍結乾燥させた結清が開発された。後に、ハブ毒中和作用のあるエドタなどを添加した結清が、作出され、筋肉注射だけでなく常味薬注射も併用して、行われるようになったため筋肉のエシによる、後遺症も減少した。 1965年からは無毒化した毒素や高純度トキソイドによる予防接種が開始されたが2003年にトキソイドを作成していた研究所の閉鎖に伴い予防接種は終了した。薩摩藩では1865年の1870年に卵を含め駆除したものに玄米を賞与として与えていた。最終薬駆除により生息数は減少している。 人為的に移入された先島ハブや台湾ハブとの交雑による遺伝子汚染も懸念されている。現代でも駆除促進のためハブを買い取る自治体がある。2018年、ハブのゲノム解読完了を沖縄科学技術大学院大学、九州大学、東北大学などの研究グループが発表した。従来より効果が高い血清開発などへの応用を目指している。 沖縄、奄美の農家にとっては、害獣であるネズミを退治する、液獣としての側面も持つ。漢本毒者では、ハブについて、毒さえなければ、ハブほど役に立つ動物はいない、という記述があるほどである。一方、ネズミを追って人家に侵入することもあり、飼い猫の子猫を捕食した例も報告されている。人の生活の中で接する機会は多いことから、 最も危険な毒蛇の一つに数えられている。また、ハブには非常に強い攻撃性があるために森林への立ち入りが恐れられ、結果的に琉球列島の森林環境を良好に保ってきたとも言われている。沖縄戦後、沖縄本島の各所に駐留している在日米軍沖縄駐留部隊にとってもハブは大きな脅威であり、ハブという和名は 在日米軍内でも本種を指す単語として通じるほどである。またハブはアメリカ空軍でも航空機のニックネームに用いられており、ロッキード社製の超音速戦略偵察機 SR-71 ブラックバードはカデナ基地に配備された際にはハブプレーンのニックネームが 同じくロッキード社が開発した世界初の実用ステルス戦闘機 F-117 ナイトホークの飛行空力実験機にはバブブルーのコードネームが用いられている。TV ドラマ版男はつらいよでは車虎次郎はハブドリ名人となって一旗あげることを目指して奄美大島に渡りハブに噛まれて死亡したことが語られるという最終回となっている。 ハブの皮は肉をそぎ取り、舐めして、円を出すなどの加工を施して、財布や名刺入れなどに使われるが、三線の皮にするには、幅が足りないまた、ハブ種やヘビ料理用にも出荷にされる。毒ヘビの被害防止を兼ねて、ハブを生け取るハブ鳥と呼ばれる人々もいる。このうちハブ種とは、酒の中にハブを漬け込み、 成分の一部を抽出させた酒の品種、リキュールである。ベースとする酒は、奄美大島、徳之島の黒糖上酎沖縄の泡盛、鹿児島の芋上酎沖縄、徳之島のラム酒などの上流酒である。漢方由来のマムシ酒と同じく、ヘビ酒で、薬種の一種とされる。男性が飲むと、勢力向上効果があると言われる。また、 老化防止作用もあると言われる。ありがとうございます。